JCTV をご覧の皆さん、こんにちは。清武です。今日は自分のアメカジライフに欠かせない5つのアイテムを紹介していきます。ではやっていきます。一番最初のアイテムはこちらになります。ブロッシュポマードです。もともと2年前ぐらいに自分の誕生日プレゼントで友人の方からいただいて使ったのがきっかけで、なんかそれからずっとこれを、まあ、定期購入で使ってます。バーバーショップの美容室でがオリジナルで作ってるポマードで、なんか朝やっぱりこれをつけて職場へ向かってます。匂いもすごくなんかちょっと男らしい匂いもしますし、めちゃめちゃ使い勝手いいです。本当に僕のライフスタイルには本当に欠かせないポマード。はい、次のアイテムはこちらになります。バンダナです。学生の時からバンダナすごい好きで、首に巻いたりとかよくしてて、なんですかね、まあ、ヴィンテージとか、まあ、全然関係なくいいなと思ったものを買ってましたね。まあ、これなんかはすごく思い出深いというか、リバイスの、まあ、ヴィンテージのバンダナですね。なんか絶妙なこういう紫の色というか、まあ、柄もそうなんですけど、すごくかっこよくて気に入ってます。こうやって巻いて首に巻いたりとかしてもすごくいいんじゃないかなと思って、こんな感じでねじってこれでグッと結んで、ちょっと襟元締めてアクセントとして使ってたりします。なんかちょっと腰の横に巻いたりとかしてますね。まあ本当、まあファッションとしてもそうですけど、まあお手拭きとかにも使えますし、すごくいいんじゃないかなと思います。はい、続いてのアイテムの紹介はロングスリーブシャツです。シャツがすごい好きで、なんか改めて今回考えた時に長袖シャツめちゃめちゃ持ってて、ちょっと今回は抜粋して持ってきたんですけど、これなんかはウェアハウスの定番のシャンブレシャツです。結構着てますね。ガンガン洗って。あとは、ペンドルトンのボードシャツ。これもすごく気に入って着てます。なんかジージャンの中とかにも着たりとか、まあ一枚でもそうなんですけど、すごく使い勝手が良くて、これなんかは、70年代のリーバイスのウエスタンシャツなんですけど、学生の時に多分これ初めてウエスタンシャツを買ったアイテムになると思います。なんか柄とかもちょっと独特で面白くって、たまーに着てます。あとはやっぱ欠かせないジャンキークラシックスオリジナルネルシャツです。まあこれなんかすごく気に入ってきてますね。続いてのアイテムはこちらになります。梅酒になります。お酒は好きな方で、よくお仕事終わって帰って家で飲むことが結構あって、その中でも一番好きなお酒が梅酒なんですよ。で今回加賀梅酒をいただいたんで、はい、これすごく本当は開けるつもりなかったんですけど、家で開けちゃってちょっと飲んじゃって、基本ロックですね。そんなにガブ飲みはしないんですけど、ちょろちょろたしなむ程度に飲んでます。最高です。最後のアイテムはビーディージャケットになります。まあ軍物だったりとか、まあ民間物もそうなんですけど、何ですかね、この四つポケタイプで、まあ、ミリタリー感はあるんだけど、ちょっと待ち着としてもすごく落とし込みやすいというか、まあライトなジャケットなんで、インナー次第では幅広く着れたりとか、すごく気に入って集めてて、こういう、だいぶ着込んだやつなんですけど、ガムタイプだったりとか、まあチョコチップですね。で、今着てるジャケットも
ポストオーバーオールズの BDU ジャケットになります。僕はこういうジャケットを着て、なんかこうやってシャツ着て、まあ、バンダナ巻いたりとかして、やっぱ着るのがやっぱ自分らしいなっていうのは思います。僕の欠かせない5つのアイテムいかがでしたか？皆さんもアメカジライフに欠かせない5つのアイテム、ぜひコメントでも聞かせてください。それではまた。またねー。